ドーンといきなりやってきました目の前バス、出世大名家康くん。これ現在浜松市にいます。前回の大河ドラマどうする家康感動しました。椿姫ことおたずの方泣きました。いや泣いてないですけれども、泣き感動しました。今までの大河ドラマで近い感じで史実通りに動いて、さらに伏線も多く、すごい楽しいです。おたずが言いますね。過ちを犯したのは徳川家康と、うちの旦那だと。言ってみればそうですよね。今川から裏切って独立したっていうのは確かに過ちを犯したのかもしれませんけれども、家康はもともと人質ですからね。裏切ったっていうことになると、どうでしょうってなりますよね。今流れてる映像は引間城あとですね、おたずの方だいたい1年半から2年ぐらい城主として勤めていました。ちょうどこの引間城の北側、伊能家がこの引間城ですよね。北側には井伊家という、井伊直虎という名前ですごいかっこいいんですけれども、女城主です。井伊家も女城主直虎としてやってましたね、大河ドラマで。なのでこの浜松市、女城主2人もいたんですよ。なぜこうなったか、大河ドラマでは描かれていませんでしたが、伊能家裏切りましたよね、伊能連達。実は伊能連達だけじゃないんです、裏切ったのは。謀反を起こしたのはこの浜松遠州って言うんですけれども、もしくは遠い海遠い海って書いて遠い海って言うんですよね。もともとは奈良時代、奈良県が政治の中心になっていた頃、奈良から一番近くて大きい湖を近江という、そうです、日本で一番大きい湖琵琶湖のことですね。琵琶湖のことを近江と言います。そして奈良県から見て遠くて大きな湖のことを遠い海と呼んでました。これが現在の浜名湖です。そしてこの浜松の周り、遠州遠い海の周りで起きた事件を遠州総劇と言います。今川家ではそういうもう騒乱として描かれています。内容としては続々とここは今川の領地ですが、今川家から離反します、もう離れますってみんなが続々と言ったんです。今川家急激な衰退と大河ドラマでも言ってましたけれども、その理由の一つですね、この遠州総劇。こちら引間城の城主伊能連達、今川氏真に誅殺されてましたけれども、実はその前にも一度今川軍と戦ってるんです。私今川家から抜けますって言った時に今川激起こして、今川氏真2万の兵かな、2万の兵でこの引間城を攻めてるんです。2万の兵ってすごいですよね。結構ありえないぐらいの兵力を動員して引間城を攻め落とそうとしたんですけれども、それを阻止するんです。それもすごい、伊能連達の防御力半端ない。どうやって2万の兵から引間城を守りきったかっていうのが書いてないのですが、憶測としましては、多分援軍が駆けつけたんだと思います。一緒に裏切った方々が助けに来たんだと思います。そして挟み撃ち、もしくは3方向4方向から囲んで倒そう、逆に倒してやろうってなったのを2万の兵たちがチリチリになって逃げたんではないかと思われます。その証拠として後日徳川家康と密談しています。その時にもし今川氏真が攻めてきたら援軍をくださいという、その代わり私は徳川家康の敵にもなりませんし、なんなら今川氏真と
徳川家康を良好な関係に保つように尽力を尽くしますというようなニュアンスで話を持ちかけたそうです。今川氏真とは和睦していたのですが、今川氏真に駿府城に呼ばれて会いに行ったところ誅殺されたということです。そんな伊能忠達のご子孫の方にたまたま出会いました。そしてテレビクルーの方々かな、ちょうど撮影が行われてました。ちょっとごめんなさい。はい。あ、来ましたから。はい。どうがいいですか。はい。はい。じゃあ来ました。はい。じゃあ、歩きまで三。家康を感じることができるスポットこちらにございますので。そして大事なことがもう一件、武田信玄おたずの方で持ってかれましたけども、ほとんどもうおたずが主役のような回でしたけれども、実は大事なのは武田信玄だったんです。これついに徳川と同盟を結びます。今川領をさらに切り取る密談ですね。山奥の栗が美味しいところで、こんなところに素敵なお寺があったんだ。徳川領と武田領の国境のお寺で同盟を結ぶというふうに大河ドラマどうする家康ではやってました。こちら資料などではどこのお寺でやったかっていうのは書いてないんです、記されてないんですけれども、一応どうする家康でそういうふうに言ってたので、国境にあるこの和田城で、和田城の映像を流させていただきます。ちょうどこの和田城の隣には立派なお寺龍円寺が存在しますので、ちょうどここかなっていうような予測も立てて映像を流します。実はお辰の方、引間城を攻める前に松平家康から徳川家康に改名しています。そして徳川と武田の密談、お餅食わせてましたね。お餅なのかな、団子なのかな、武田信玄だから信玄餅なのかなっていうような、信玄が餅を食わせて信玄餅ってやってんのかなって、これも伏線の一つかなっていう、本当に伏線が多いのでいろいろなことをちょっと違う視点で見ちゃいますよね。そして武田信玄がついに今川領、これ実は三国同盟っていうのを結んでるんです。日本で一番強力な三国同盟、他の大名たちもビビり散らかす三国同盟、関東を治めている北条、そして駿府を治めている、静岡を治めている天才今川義元の方ですね、そして甲斐の虎武田信玄、この三国同盟が成り立ってました。ただ今川義元天才だと見込んだ今川義元が亡くなったことで、今川氏真が継いでますよね、後。そこで武田信玄は同盟の効力としては成り立ってないんじゃないかと。なので謀反のこの同盟を破棄するような動きを見せます。まず11年間争ってきた上杉と和睦、ずっと戦ってきたんです。川中島の戦いって言って、川中島の戦い、第5次川中島の戦い、第5次まであったんです。その上杉と和睦して、上杉は攻めないってなった時に、次は今川でしょってなったんです。その話もっと深掘りするとすごいややこしくなるんです。息子の武田義信がそれに気づいて、親父それはないでしょって、三国同盟結んでるのにそれはないって言って親父を暗殺しようとしたり、北条家もいや同盟結んでるんだから今川攻めたらダメだよ、変な噂流れてるよっていうような話をしたりしてるんです。ただそれでももう多分今川攻めるなって感じた今川領、今川氏真は交易をストップするんです。
今現在もロシア・ウクライナで貿易ストップありますよね。それを今川家が行ったんです。塩をストップ、海で取れる塩をストップ。武田家は海に面してませんから、山梨県長野県を中心に動いている武田家、海には面していません。なので塩を止められました。同じく北条もあれだけ止めたのにって言って塩をストップさせます。そうなるとどうでしょう、太平洋側の塩はもう全然入ってこなくなります。半年1年過ぎる頃ですかね、体調不良者が続出したそうです。こうやって聞くと塩って大事なんですね、栄養には欠かせないのかな。すごく武田家が困っていたところ助けたのがなんと上杉なんです。日本海側の塩でよければお助けしますよと、今までずっと戦ってきた上杉が困っている武田に援助を出したんです。上杉謙信が義に重んじる武将ということで、今の現代にも描かれているのはこれのことが一番のきっかけとなっているという話です。実はこの話そのままことわざにもなっていて、敵の弱みにつけ込まずその苦境から救うことを敵に塩を送ると言われています。このことわざ聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。結局武田徳川の侵攻を抑えきれなかった今川、塩が止まって次の年上杉に助けられ、そのままその冬12月徳川は引間城を、そして武田は駿府を攻め落とします。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。